耳がキーン、耳がキーン、バッターの音はキーン。<noise> やっはみ皆さん、こんにちは。ヨビンです。はい。今日は、こちら。なんや、なんや、これは、ポッキー9十8をレビューしていきたいと思いまーす。こうか。はい。では、ひもじいでーです。と、きーし。 トッキー。トッキー。ポッキーじゃないよ。トッキーだよ。ポッキーは極細派。そう、極細がいいんだ、やっぱり。美味しい。刺すような感じがいい。美味しい。ちょうどいい。美味しいんだ。ちょうどいい。この変態が。まあ、見たって、その変顔。うん。後で見て、編集で。編集楽しいからね。仮面かぶってるとね、あの、ここしか見えない。マジで。 あのね、蝶さんからもみやびの方向きすぎって言われたんですけど、あの、仮面被ってるとみやびが喋ってるとき、ここまで見ないと見えないんですよ。で、表情がわかんないから、返しようがないんで、こう見るんですよ。ここ、ここ、こまで見えてないからみやび。あ、そうなんだ。ここまで来て見えるから。やっほー。えー、久々のガジェットレビューですね。はい。えトッキー918。ええー、こちらね。 アースリボーンさんからの提供2回目ですかね。ええー。こういうの出してんだ。そうなんです。これね、何かというとですね。はい。えー、みやびちゃんが今一番欲しい自撮り棒ジンバルです。ジンバルはい。これこうね、こう、こうこ,うこ,うここに挟むとこついてくるくる回る。くるくる回る。えくるくる回る。ジンバルジンバルです。はい。で、ほらほら。 したい,といやいやしかもこれから説明しますはいえー、でこれ2本になると思いますこのレビューえー、えー、っと今日機能とか細かいこと説明してこれ使ってえー、ちょっとねあのね撮影したかったですか雨とかねあとスケジュールが雅と俺パンパンでね撮れなかったんでこれ使って撮影したやつを2回目で出しますはい今日雨だねほんとちょっと雅となん頑張って撮るんでねえ待、ま、ってジンバル で、こちら、持ってみればわかるんですけど、小型でね、こうやって折りたためるんですけど、うん、こうやって、うんえー、260g しかないです、うん。軽いと思ったもん。で、ジンバルとは何ぞやっていう人は、ここにね、スマホをつけて、スマホって手ぶれする、まあ。iPhone ね、13 Pro Max とかから手ぶれ激減したけど、で、今はね、もうアクションモードとかもね、14 Pro はついてるんで、うん、14シリーズは。 ブレないんですけど、えー、手ブレがしちゃうスマホとか使ってる人は、これを持って撮影すると、うん、手ブレしなくなるんですね、うん。ふすーって撮れるんですね。うんうん、それジンバルって言うんですけど、それプラスこちらは自撮り棒にもなりましてですね、うん、しかもですね、えー、っと、まあ、まずね、あのジンバル部分、ここ、ここにモーター入ってるんですけど、うん、えっと、単軸ブラシレスモーターで画面のブレを制御してくれます。であとね、AI 追跡機能っていうのもついてて、 あとでちょっと説明しますけど、顔認識をして、えっ、ー、と、例えばライブ配信とかビデオ会議とか撮る時とかに、顔認識してこっち向いたらフィンって、自動で追いかけてくれます。えー、今時き。で、ここにリモコンついて、これ撮れます。おーえ、じゃあ、Bluetooth で。そうですね。えー、で、無線でいけるんで。で、どかいいえっと、ここにね、女子に嬉しい、えー、補助。 ライトがついてます。マジ？こんな長えでこれ後でやりますけど、押すたん色も変えられます。え明るさも変えられます。すごい明るい。めいた。ここいね、めっちゃ明るい。で三脚スタンド内蔵なので、えー、置いて使うときはここの足を開ければ三脚立ちます。お<ー>こうやってね。え天才？やばライトあんの。 であのー、レバーがねこれアルミ合金製になってて、うん、なんと折り畳たたむと 15.5cm、うん、さっき見せましたけどで伸ばすとですね、うん、ョーミヨン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 って 70cm まで伸びるんですねその伸びるんだえっとね 70cm ですね 700mm なんで最長 70cm まで伸びますすごっ優れものですね はい、え、すごい。で、えっとね、360度さっき言ったフェイストラッキング機能ついてるんで、まあウェブ配信とか Vlog の撮影で顔を自動で追いかけてくれます。で、あとインペ、インセプションモードっていうのも大事なんですけど、インセプションモードもあります。で、インセプションっていうのは、あの、ジンバルの軸を中心に、フィーンって自動で回転してくれるんですね。うん、これってよく、 映画とかドラマでもあるけど、こう撮ってるときに、ウィーンって画面が、そのインセプションって言うんですけど、うん、それもモードもついてます。え、やば。で、さらにね、あの、ヒッチコックっていうモードもついてるんですね。まあ、そすこれね、あの、ヒッチコックが発明した撮影方法で、えー、っとね、めまいショットとも言われるんですけど、あとドリーズ、うん、ドリーズームショットとも言われるんですけど、うん、要は、こう撮ってて、ミエビがいて、 日近くの映画に出てくるんだけど、うん、ウィーンってカメラが近寄るけど、宮の被写体の人間の大きさは変わらず背景だけこうなってるって。へぇー。実際にやると難しくて、近寄るときにズームレンズでこうどんどん広角にしてって、宮の大きさを変えず背景だけビヨーンって、離れるときはズームしてって、宮の大きさを変えず、うん、っていうテクが必要なんですよ。<ー>で自動でやってくれます。すごっ。不思議な。 効果が得られますで充電はまずこの補助ライト USB-C ですで本体のこのジンバル2箇所充電ができるようになっててこっちも USB-C です2つとも USB-C ですどっちからさせば全部充電違いますあ両方にねだからライトがなくなったなと思ったらライトで、普段は本体の方にしておいて で、Bluetooth は4.2で、対応 OS は iOS 5.1以上、Android は4.4以降に対応しております。で、アプリが、専用のアプリが用意されて、アプリの方でいろいろできます。うん、で、早速やっていきましょう。はい、まず、ジンバル。こうやってですね。で、ここのネジをちょっと決めて、ここね、ここ、開くようになってるんで、うんうん、ここに、

で、シャッターボタンを長押しします。で、えー、電源を。んあ、電源も届いた。こっちか。てっぺん、電源。え、2ヶ所押すのか。忘れないじゃないと。ぺきぺきで、おお<ー>。で、ね これ今逆にしてありますけど、えー、こうやって、今分かりやすいように逆につけてますけど、えー、ボタンが3つここについてます。一番上のボタンを1回押すと縦横が切り替わります。縦取り、横取り。うん、で、当然ジンバルなんで。<ー>何をやっても水平保ちます。だからこうやって、イーンってやっても大丈夫です。入れたい。 初ジンバル。すげえ楽しいでしょ、うん、うん。いけるんですよ。へ、えー。で、で、えー、シャッターボタンがここにあるんですけど、ここをね、あの、長押し、ボタン1回で、うん、あの、撮影開始とか、撮影ストップ、できます。で、一番上のボタン1ってやつを、うん 二回クリックするとイ、インセプションモードになって、ちょっとね、閉め。インセプションモードになって、さっき言った回転します。二回で。ほら。おー自動でこうやってやってくれるんで。すごーで、もう一回押すと止まります。はい。おーでね、えー、っと、ボタン1、一番上のボタン、これで時計回りに回転します。で、ボタン離すと、 回転止まりまりす。だから長押しでこうやって長押しすると離すと止まる長押しすると時計回りに。離すと止まる、はい、でえー、これがねボタン2だと逆になります反時計回りになります、うん、ボタン2を押しますほら反時計回り<ー>離すと止まります、うんうん このジンバルモード、すご便利です。すしかも、この人は、自撮りモードがついてます。やばで、電源ボタンをね、電源ボタンを3回押すと省エネモードになります。自撮りの時ってさ、ジンバル機能いらないじゃないですか。うん、だから省エネにするんですよ、バッテリー使わないだから電源ボタンを、えっ、ー、と、3回カチ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 っと押すと省エネモードになります。そうしたところで、ここです。 ここにモード切り替えボタンがついてるんですけど、これを上に上げます。うん。とも、ここでロックされます。お<う>今斜めになってるんで、ちょっと、どうしようかな。押しちゃった。縦に一回して、ロックします。これで、自撮りです。おうん。ほら、動かない。うん。完全な自撮り棒。うん、で、省エネモードにも入ってるから、バッテリーも食わない。うん。で、インカメにして、今ね、わかりやすいようにこうやってますけど、で、伸ばして、 で、あのー、ね。一人物。起きて、置いてね、自撮りするとき。うん、持って自撮りもできるし、Vlog だったら持って、あの、ね、できるけど。え、こどこだっけライトボタン。こうやって、で、このライトをつけます。おほーちょっと美しいやびちゃんがインカメにして、これ逆になってるけど。ほらほら。すげえバリもれんじゃん。で、これね。 押していくために明るさがまず変わります。で今度色が、ね、<あ>白くなります。あこれこっち見せなきゃダメね。あそうだね。えっとこれでライトの色明るさと色が変わっていきます。<こ>ほら。まい。ひもじいの部屋が全部見えるよ。うんしょうがない <laughs> えーで。えで、ー。これすごい漏れるこのライトがですね えっと、暖色、自然光色、あと白色。この3種類選択可能でライトスイッチクリックで切り替えていきます。<う>はい。でね、あとね、そうそうそう。ジェスチャーモードっていうのがありましてね。アプリでですね、あの、手のマークがアプリにあるんで、うんえー、それをオンにするとですね、えー、ちょっと今もう始まっちゃうんで、 待ってね。これ今、写真にじゃしようか。うん、ビデオでも写真でも使えるんですけど。うん、ちょっとこれ反応しねえな。まあ、いいこれもアプリモードなのこれ今、撮られちゃってる,ってる。えー、っとですね。ピースしてください。ええー。フローリモコンいらないんです。すげえこれで撮影スタートね。321で。やばもう一回ピースしてください。と止めるときもそれでいきます。ええ。ー。 写真もそれで撮れるし、で、ピースじゃなくて、今度、パーやってください。はい。チョキかパー、ピースかパーで反応します。何それそれで撮影スタートできるから,リら、リモコンいらないんです。リモコンいらないんです。え、すごはい。すごいでしょこれジェスチャーモードって言って。え、めっちゃ便利じゃん。超便利なんですね。撮るじゃん。<laughs> で、まあ、このジェスチャーモードは、チョキかパーで。 自動で撮影がスタートするし、写真だったら321パシャで。<ー>で、あとね、パノラマ撮影モードっていうのがあって、えー、っと、これをこう置いて、うん、で、これが横に、うん、これ今も自撮り棒モードにしちゃってるから、もう一回戻すけど、えー、戻します。で、これを横にします。これ最初覚えんの大変だな。 うん、使い方は慣れるまではね結構大変ですよあれこれロックあ下がってまった <laughs>、えー、これで、ね、これでジンバルモードに切り替えるなるほど電源だあボタンいっぱいで、ね、ボタンがジンバルってねまずボタンの操作を覚えるのがねえ最後まとめてほしい、はい はい、ジンバルになりました。し、うん、したらこれ横にしますとこれを置いてあのねパノラマモード撮影ってやると、うん、まず自動で回転するんだけどまずこっち来てまあちょっとメーカーさんの多分映像出しますけどこう通るじゃん、うん、パノラマ撮影。うん、まずここでカウントダウンが54を4って来たら、うん、例えばびと上でこうやって映るじゃん。うんうん じゃあ次、5、4の間に真ん中に、こいつとこいつが向いてる方向に移動して、またこうやんじゃん。うん、で、最後こっちで、こうやんじゃん。みやびと俺が、こことこことここに映ったパノラマができる。へぇー。その時にこうやってポーズ変えておけば。え、めっちゃ便利。そう。そこも、そういうね、パノラマ撮影はね、シャッターのカウントダウンの間に移動して、で撮れるっていう。えすご。アイデア次第ではどうにでもなる撮影も。へついています。面白い。 で、気になるバッテリーですけど、えっ、ー、と、ライトは1.5時間。で、容量がね、ジンバルがね、5 0 0 m a アライトが4 0 0 m a アで、スマホの対応サイズ、これ大事ですけど、横43から8 4ミリ縦6 7ミリから1 6 6ミリです。うん、で、これね、デスクトップモードっていうのもついてて、これ外します。はい。これ、お家でね、自分撮るとか、配信するときとか、うん あと、リモート会議のとき、うん、ズームとか。うん、まずこれ緩めます。あ、ここか。ここ緩めます。うん、これ緩めます。よ、うん、いしょ。こっちに倒します。<う>止めます。倒します。こうなります。はい。上向くね。こうなりますね。ここにスマホを。なるほど挟むだけ。え、面白いこれでデスクトップモードって言って、これで自分撮れる。 <え>すごいでしょそれすごいじゃあこれライトあるからさ、こっちはいるもんね、こうやって。そうそうそう。あと<れ>やればライト使ってできる、うん。すげえ。で、これもジンバルモードにしとけば、顔を追っかけてくれたり、ちゃんと。やばー自動で動きますんで。すごいんすよこの人。この人。ほら、本当にほら動、動いてる。で、こうやって自分で動かせるんで、こういうふうに。映ってんのかな もう一回やりますねでデスクトップモードにしてもこうやって動かせるんですごーいで長押しすれば回転して好きな位置で止められますとこれはいいねこんなすごいジンバルがね出たんだね出たんですねえやばー これはちょっとね撮影であのいろいろあだからあの俺が撮んなくてもいいよみやびがアイディアで自分のダンスとか撮ってきてくれてそれを2回目のレビューで公開してもいいですそれはダンスを覚えていけませんねってすちゃんやりもんのダンスもう踊れるダンスでもいいんで<何>それから自分で持って例えば街歩いて「うん、今撮ってまーす」とかって言って Vlog 風にほらジンバルこれ持って、うん、インカメにして。うん でこうやってジンバルモードでしかブレない。<ー>とか、俺がやってるみたいに、街をこう、例えばこうやって下で行けるわけよ。歩きながら、地面スレスレの動画をバーッと。<ー>俺が撮っちゃうとプロだから、かっこよく撮れちゃうと。ら<や>私は。<laughs> それも、だから公開いずれしてもいいけど、たぶみやびはすげえ使いたいんだろうなと思ったから言ってみた。あね、なので、ちょっと。いや、これは、 これはね、すごいわ。すごい。予想以上だった。で、大体、一通り機能。こうやるともうジンバルっぽいでしょ。うん。ただこれね、畳めちゃうんでね。こうやってね。こんなコンパクトに。それがいい。しかも自撮り棒になるう,んうん。70センチ、ね。うん,うん。自撮りもジンバルもライトも全部。これがマジでかい。 で、デスクトップモードもついてるし、うん、ヒッチコック、ヒッチコックでも撮れるし、インセプションモードもあるし、パノラマもできるし、自動顔追跡もついてるし。で、あはね、気になるお値段ですよ、ね。まあ、うん、アースリボーンさんは、あの、グリーンファンディングっていうね、あのクラウドファンディングサイトで、うん、あの、扱うのが専門の会社で、収益を地球環境のためにとかっていう。えー、素晴らしい。だからアースリボーンってついてるんですけど。なるほど えー、ただいま、えっとね、11月末から、クラウドファンディングもスタートしたみたいで、うんえー、それに合わせてデビューしてるんですが、えー、価格。うん、ちなみに僕が使ってる DJI のあるじゃないですか。うん、バルあれ、2万円以上しますから。なるほど、はい。こちら、なんと、9900円 <laughs> <laughs> 私今2万円差って言ったから、 一万六千円と思ったの。いやー、もうね。マジか一万円以下でこんなの出されちゃうとね。しかもちゃんとジンバルとして機能するから。いや、マジか。で、自撮り棒、三脚、デスクトップモード、全部、全部オールインワンで、あの、DJI のさ、俺のやつってさ、あの、下にはめなきゃいけないんだよ。三脚を。そうだね。まあ、はめっぱなしでいいんだけど。もうね、じゃ電源切りますね。はい。切れてっか。切れて切れてる、あ、切れてますね。 これでも分かりやすいのよ,よく見たら、うん、上が丸、こう回転しますよ。で、これがぐるーん、2>, <う>2個目からぐるるって。で、これがシャッターボタン。あ、分かりやすいじゃん。分かりやすいよ。だからまあ、もうね、YouTube に、あの、使い方動画上がってました。あ、そうなんだ。はい。だからそのリンクも貼っておきます。はい。何ができるかそれで分かるので、うんいや ジンバルがね、こんだけのジンバルが9900円って俺びっくりしたよね。すごいね。いや、あのね、担当の方が値段書いてなくて、うん、すみません、撮影する、昨日よ。うん、俺も気づいて、あ、価格わかんねえと思って、うん、明日撮影するんです,すみません、値段をって言ったら、9900円って、ね。やばおえぇってなって。これ今さ、青い電源ついてるの平気なの青い電源どこになんかほら。押すとつくよ。あ、そうなんだ。うん、え、<前>やば ね、というわけでトッキもうこれは至れり尽くせりジンバルしかも1万切ってて持ち運び楽というこれはすごいわでこの箱ですマジかでクラウドファンディングから発送されるやつはもう擬滴とかも取ってるらしいのでちゃんとじゃないとうちもレビューできないんで、うん、で擬滴取ったやつが送られるそうなんで、はいえー、安心してくださいはい はい。というわけで、えー、特記トッキー918、えー、グリーンファンディングで9900円から、からっていうのは、あの、早割とかさ、そ、うん、こ,こが埋まったら次1万円とかになってくるじゃん。<ー>今んとこ9900円なので、<ー>がまだ残ってるので、うん、えー、買われる方は、でもこれはね、ほんと、 他のジンバル高いから。うん、イメージある。うん、ドンキとかでも1万円超えてるやつがイメージだもん。で、使いにくいのが多いんで、うん、これライトまでついちゃってるんで、あとヒッチコックとね、あの、インセプションを使えるんで、うん、これは結構、ね、アマチュアの人たち、一般の人たちがヒッチコックで撮ろうとするとすげえ大変だけど、うん、これそのままできるんで。うんで iPhone、Android にアプリが用意されて,てアプリでさっきやった、ジェスチャー、ャーピース、パーで撮れたりとか、うん、ヒッチコック撮ったりとか、うん、顔を追いかけたりとか、できますので。だからここにあのリンクあるの ?QR コード。アプリ用そう、アプリ用です。アプリの QR コード。うん、箱の中にも QR 入ってるんで、それでアプリダウンロードできるので。なるほどね。至れり尽くせりです。やあ優しいさあ、聞いていきましょう。 トッキー918グリーンファンディングで9900円となっております。みやびさんは買いますか買いませんか買いまーす <laughs> いや、欲しいバーリ欲しいこれやばい。いや、ジンバル9900円でこんだけだったらね。え、やばいね。俺はね、ジンバル、浪人 S 含めて何本も持ってけど、持ってなかったらこれ使うね。え,え、マジだっていつ落とさ、ひもじいのいいな、いいなってったじゃん。うん やばい。ついにジンバルデビューする。やばいひもじよりもいいものじゃ、私のじゃもう私のって言ってるし。はい。はい。じゃ、ひもじ、トッキー918。こちら、売りますか売りませんか売りまーせん。ですよね。九千九9900円だもん。すげえ時代だなと思って。安い、安いよ。超えたもん。いや、もう俺らさ、プロってジンバルさ、 デジタルミラーレス、うん、一眼ね。デジタル一ミラーレス一眼とか、重いのくっつけてこうやるやつとかさ、あれ10万とかするわけですよ。うん、10万万とか。で、スマホ用の俺のジンバルも2、3万するわけじゃないですか。うん、まあ、1キュッパーとかにだんだん下がってきてるけど、うん、DJ 屋さんとかちゃんとしたところの高いんで、うん、それがもう1万円切ってきてる。うん、で、変な安いジンバルをアマゾンで買うと、使えなかったりするので、実際、うん、現場で。 ただこれは使ってみておーすげーってててみおすげなったのでまあ全然あとね昔の安いジンバルはねバランス自分で取らなきゃいけないのとかあったりして<ー>これ自動でいくじゃんもうシ、うん、ュインって、うん、だからもうほんと楽な時代になったんでジンバル持ってない方自撮り棒あとこれ三脚にもなるし、ねうん、何にでも使えるんでえ自撮りしやすくなっちゃう確か 1>, 1本持っとくといいかもしれませんい、はい、というわけで えー、アースリボンさん、ありがとうございました。えー、二本目で、あの、作例動画をくっつけて、こんな映像が撮れますよっていうのをじゃあ、みやびバージョンと僕バージョン。えみやびなんか撮ってきて。急な。いい別にね、あの、ダンス行く途中とかでもいいし、うん、ダンス風景でも撮ってくれてもいいし、まあ、今まで踊って覚えてる振り付けのやつを撮ってくれてもいいんで、それ回転させたら面白いんじゃない踊ってる最中に。なんかさ、かん、あの、海外とかのさ、ダンスとかそうだよね。うん 編集できるから大丈夫でも編集めんどくさかったらあの素材ファイルだけ送ってから俺がかっこよく編集するから <laughs> ちょっとじゃあいろいろ考えてみるねみやびでもちゃんと使えるっていうのちょっと証明しないとねそれ2本目でやりますんでとりあえずもう発売というかクラウドファンディング開始してるんで概要欄にリンク等を貼っておきますので気になる方は見に行ってください ただ9,900円のジンバルは、としては、ま、これすごいと思います。なんかさ、家族旅行とかよく行くさ、うん、人とかさ、普通に旅行好きとかはさ、絶対これ持ってていいと思う、ね。持ってていいね。あ、テンソンさんとか最近さ、めっちゃ家族旅行行ってんのよ。うん、なんか、<う>なんテンソンさんとか絶対こういうの好きだと思う。自撮り棒ジンバルになるから、うん、なんかすごいいいので、うん、まあ、アースリボンさんよかったらもう一本僕の分送ってくれても、そ <laughs> したらあの、クライアントワークっていうか、普段のあのね、撮影、 DJI やめて、OM4 と OM5 やめて、こっち使いますから、うん <laughs>。こんなにできましたよってのたまにアップしますんで。うん、というわけで、えー、びっくりした製品でございました。うん、いというわけで、みやびや感動しているので、まとめをちゃんとしてくれると思うので、私は、トランシャシュシュシュ。見てみんなも私気に入りすぎて、これを持ちながらシュシュシュってしたからね。 やばいなんかねあの上段だけでずっと私ねジンバル欲しかったのなんかジンバルかっこよくないみたいな感じなんだったのきはね入りは。でひもじいが持ってって撮影とかよくしててさなんか前とかもさうちのさなんか動画でも初期の頃さジンバル撮ったさイメージ V とかあったじゃああいうの見ててえんかこの撮れるんだかっこいいなとか思ってたんだけどこれプラス今たちが持ってる iPhone14Pro で撮ったらさもう無敵じゃないあとおこの自撮りも壊れてきたで 家のライトとか、じゃあ暗いところとかも、ここら辺のライト1個で、だからさ、マックスになったらすごいね、顔もね、ちゃんとね、綺麗に映るしっていうので、すごいなんか、至れり尽くせり立ち広しって感じだからめっちゃ良かったし、なんかいろんな機能があって9000台ってやばいと思うし、今の時代あった機能もついてるってのすごいと思うし、っていうので、<laughs> めっちゃ良かった、本当に。で、なんか旅行好きとか、今の時期だったらスノボーとかスキーとかそういう冬物ね、なんかスポーツする人とかは絶対いいと思うし、で、なんかそうやって大勢でなんか撮りに行くとか、その撮ってとか家族真とかでもいいんだけど、そういうのでなんか自撮りでまた撮れるっていうのもまたすごいと思うし、なんかいろいろ機能があるから、なんか使い道は幅広くあると思うから、よかったら皆さんもね、是非ともチェックしてみてほしいなって思います。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。 じゃあね。